ルドルフ・グランバーグ製作のスクベイダー・スクベイダーは、スウェーデンの架空の生物で、未確認動物の一種とも言える。1918年に、白生種のルドルフ・グランバーグが製作しスンツバルの博物館に展示されている。体の前半と後足はのウサギ、残りはヨーロッパオーライチョウのメスが使われている。冗談で、ラテン名まで付けられているが、もちろん学名としては、 不適格である。スウェーデンアカデミー辞典によると、スクベイダーという名は、スコーバドラとチェイダーから作られた造語とされる。博物館への道に掲げられた、スクベイダー注意の交通標識スクベイダーは20世紀、初頭にスンツバルのレストランで、宝冠ダルマークという男が語った、ほら話に由来する。ダルマークは、 他の客を楽しませるために、スンツバルの北で1874年に、こんな動物を仕留めたと主張したのである。彼は1907年の誕生日に、家政婦が老いのホロワーフリーザンドルに描かせたスクベイダーの絵を送られたが、これを死の直前の1912年に地元の博物館に寄贈した。1916年エルン・シェルツビクで開かれた展覧会で、 博物館の館長カール・エイリック・ホマーバーグは、白生氏、ルドルフ・グランバーグと知り合いになり、狩りの話と絵について述べてこの動物を復元できないか頼んだ。1918年に、グランバーグは、スクベイダーを完成させ、それ以来この白生は、絵と共にこの博物館の非常に人気のある展示品となった。このことから、 スクベイダーは非公式ながらスンツバルのシンボルとして登場するようになり、1987年にメーデルパット地方の動物を制定する際には多くの住民がスクベイダーに投票した。最終的には妥協案としてスクベイダーの前半である雪ギが選ばれた。このように現地では大変人気があるものの、話し言葉ではスコーベイダーという語は悪い妥協。 矛盾するものの組み合わせという意味で用いられる。スクベイダーバススクベイダーは1950年代から1960年代にかけてノールランドの小さなバス路線でよく使われた車両の愛称にもなっている。これは前半は旅客を乗せるバスだが後半がコロナ市の荷台になっていて牛乳を落農家から金在の販売所へ配達するのによく使われた。 ありがとうございます。